はい、これは伊賀屋さんの靴下3足目手編みの靴下は21足目になります。使用糸はオパールケイトの4本より取れたてパプリカが、えー、最初から最後まで全部入ってます。それに単色の赤と白を組み合わせて極細の浜中スリープライ赤。 を使用しています針はえっとここ 5, 5, 5号針針は5号針ですいつもと一緒です今回はねどんな色が出てくるのかが楽しみで一足目ウール100%なのでねすごく いいんですけど、洗う時にちょっと気を使うかなっていう感じがしました。で、編むのも大変だったので、靴下はやっぱりソックヤーンがいいかなっていうような印象です。で、えっと、これがまだ未使用の状態でこの大きさで、何回か履くと、ちょっとこう、柔らかくなっています。 洗濯しても割とすぐに乾いてます。でこれが、えっと、ウール100なんですけれどもさすがのウール100です。めちゃめちゃあったかいです、えっと。手洗いでウール100を洗う時の洗剤で丁寧に洗ってます。 こちらは洗洗洗濯濯ネットにに入れてて機で普通に洗ってますちょっとあの外には履いていってないので室内履きなんですけれどもスリッパいらずでまた編みたいなと思っています伊賀屋さんの靴下 3足目頑張りました次はオパールケートでつま先から編む編み方でかかとはちょっと初めてのかかとの作り方に挑戦したいと思ってます見ていただいてありがとうございますしゅうちゃんいか。 はい、終わります。